最先端の研究と技術をより豊かで快適な未来のために、研究者が独自にグループを形成、新たな視点から先進の研究と技術を広く社会へ発信展開する YNU の研究拠点。今回はテラヘルツナノ光科学のお話です。テラヘルツ光科学研究拠点は、テラヘルツ波という新しい光を用いまして、従来は見ることができなかったようなこう現象や物質を、明らかにしていく、そういったことを目指した研究を行っております。テラヘルツ波は非常に多くの情報を瞬時に、伝送できることから、動画ですとか非常にこう容量の大きいものを瞬時にこう伝えるといったことに、将来的には応用することが期待されています。またテラヘルツ波は光よりも低いエネルギーを持っておりまして、それを用いて物質を見ますと、ほんのちょっとしたこう物質の違いというのがあらわになってくるという場合がございまして、それを用いてイメージングの応用を行ったりですとか、物質の性質を調べるといったことが可能になると考えております。危険な物質ですとか刃物等を検出することができますので、現在でも飛行場でそういったセキュリティチェックに利用されたりしている周波数ということになります。一般的なオシロスコープっていうのはいわゆるエレクトロニクスを使っているので、周波数帯域でいうとギガヘルツになります。で、我々の研究グループではその光を技術を使うことによって、そのギガヘルツよりも3桁大きなテラヘルツで振動するような電磁場を可視化する技術っていうのを開発しております。いわゆるオシロスコープというのは一番よく使われているのは、光通信がうまくいってるかどうかっていうのを時間領域で見るための手法なんですね。で、テラヘルツオシロスコープっていうのもまさにそこをターゲットにしておりまして、いわゆる今使われている 5G っていう周波数帯っていうのはまさにギガヘルツを使っているんですが、その先のビヨンド 5G などと呼ばれているところはさらに高周波のテラヘルツにかかってくるような周波数帯を使われるっていうことが言われております。そのテラヘルツオシロスコープを開発することができれば、そういったすごい高周波、さらに通信を速くするとか大容量化するとか、そういったところで使われるようなデバイスですとか、実際に光通信が行われているところですとか、いわゆるテラヘルツ通信になると思うんですが、そのあたりの時間波形っていうのをまさにリアルタイムで見ることができる、そういうような技術になります。 YNU のテラヘルツナノ光科学の研究は、さまざまな先進的な研究にもその技術が活用されています。私は隕石の有機物をターゲットとした研究を主に行っているんですけれども、隕石の有機物もいろいろあるんですけれども、中でもメインな主要な成分っていうのは複雑な高分子有機物、それをいろんな方法で、よく構造が分かってないものなんですけれども、いろんな方法で特徴、その多少ものによって違うというような特徴を見て、そこからどういう環境で生成したのかとか、そういったところにつなげたいと思っているんですけれども、本当に初めての試みなので、うまくいくかどうかとか全然わからないようなことをやっているんですけれども、多少こういうチャレンジングなことをさせていただける環境っていうのはすごくありがたいなと思っています。テラヘルツナノ光科学研究拠点をはじめ、 YNU 研究拠点は研究者たちが自発的に形成した多様性の高い研究グループ群の中で、大学からの拠点認定を受けたものです。学際的で異分野融合を生み出しやすい風通しの良さがあり、研究活動が拠点同士の連携や企業との共同研究に発展したり、それらの取り組みに学生が参加したりと、若手を育む場としても重要な役割を果たしています。僕は金属加工の時に出てくる特定の周波数の電磁波を検出するっていうような実験をやってて、どういうメカニズムで起こっているのかっていうのを解明するっていうのを目標にした勉強をしています。研究というよりは、人の社会にとかそういうところにつなげていくっていうところの方が役
に立ってるなっていうなんか自己肯定感みたいなのが高まるので、そういう会社に入って、まあ、ちょっと自分の強みを生かせるような働き方ができればいいかなって思ってます。テラヘルツ技術というのは今のところまだ応用というのは実証なかなか進んでいないところではあるんですけれども、将来的には非常に大容量の超高速の通信というのが可能になると思われますので、そういった基盤的なインフラの部分というのの能力の向上にですね、なんとかつなげられるような研究が進められるといいなというふうに考えております。例えば材料科学ですとか物質科学、それからデバイス物理学、さらには情報通信といった分野へと応用先を広げていきたいというふうに考えております。より豊かで快適な未来のために、横浜国立大学はこれからも最先端の研究と技術を広く社会へ発信展開し、人々の暮らしに役立てていきます。